さあ始まりました、映画を語るライブトークショーシネマトゥデイライブでございます。吉本芸人セブンバイセブンの宮平と玉木です。よろしくお願いします。お願いします。さあこの番組はですね、はい、映画に携わるゲストの方をお招きしましてライブでお話をお聞きしていきます、うん、ゲストへの質問などございましたらぜひ YouTube のチャットの方でお寄せください。できるだけ番組内で取り上げさせていただこうと思っております。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ本日のゲストはですね、はい、明日の3月24日に公開されます映画ベイビーワルキューレ2ベイビーのですね、うん、アクション監督を務めます、園村健介さんにお越しいただきました。園村さんよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。はい、さあ、はい、園村さんなんですが、うん、2017年にですね、はいはいはい、ジョウ監督の、はい、福山雅治さんが出演されましたマンハントにも、はい、あ、マンハント、はいはい、参加されていると。あ、アクションそうですね、方で、はい、これ、うん、アクション監督っていうそのジャンルというか、はい、のっていうのは、まあ、盾を振り付けるみたいなことなんですか。ですね、アクション監督って仕事を多分一般の方の多分イメージで多分そういうイメージだと思うんですけど、はい、そうですね、はい、結構いろんなことが業務でありまして、はいはいはい、はい、もちろんその振りをつけたりとか、うん、そういう部分っていうのが、まあ、根本にあったり、うんうんうん、で、それをさらにカット割りしたり、カメラのアングルの指定したり、はい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 、で編集をして、はいはいはい、で最終的にあの効果音だったりそういう音をつけたりとか、そういうのを立ち会って最後まで完成まで立ち会うっていうのがアクション監督っていう。なるほど。その基本的にそのアクション部分のもう全てを、うん、はい、監督するみたいな感じですね、アクションシーンを。はあ、なるほどなるほど。それはあれですか、その園村さんと、うん、その作品の監督さんも一緒になってやる、はい、一応作業ではあるってことですか。そうですね、最終的な権限っていうのはまあ監督にあって、で、ただすごくなんですか、専門的な分野っていうのもあるんで、まあまあそうですよね、うんうん、その細かいところまでちょっと監督がわからないっていうのを、まあ、こっちの、経験とかで、まあ、サポートするみたいな、うんうんうん、なるほど、部分なんですね。なるほど。いや、すごい。だからその、うん、なんかこう盾とか、うん、そういうなんかアクションの部分をメインでね、うんうん、だからなんだったら現場の方が結構主なのかなと思ってたんですけど、うんうん、実際裏方の部分もってことですね。そうですね、準備からとか仕上げまで準備が結構かかるってことですよね。そうか、はい、怪我しないようにっていう部分の準備とかがとか、あとロケハン行って、はいはい、でこういう場所でちょっとアクションをしますってこう決まったら、はい、まあ、その実際その配置とか美術の発注とか、はい、なるほど、そういうのを決めたりとか。へえ、なるほどなるほど。ちくわ、その前、うん、その、うん、アクションの世界にこう入りたいって思ったきっかけは何だったんですか。ですね、香港映画とかが好きで、うん、ジャッキーチェーン、ジャッキーチェーンの真似とかしてたら、はい、あのこういう仕事についちゃったみたいな感じで。なるほど。それは僕らもやってましたよ。いや、やってました。その世界にはたどり着いてないんですよ。はいはい、そうです。いや、すごいですよ。あの、その村監督という言い方でいいんですか、それともなんか普段はどういう感じで言われてるんですか。アクション監督みたいな感じですか。普段はあの普通にさん付けというか、あの園村さんとして、はい、あ、なるほど、はい、あ、そうなんです、うん、じゃあその普通にちっちゃい頃からアクション映画を見て好きで、いろいろとじゃあちょっと挑戦したいなみたいなことですよね、最初は。そうですね、最初、うん、真似をしているうちになんかこう一個技ができたら、うん、またさらになんかもう一個こういう技もできるんじゃないかってやっていくと、だんだんこう麻痺してきて自分もできるんじゃないかって気分になってきちゃって。なるほど。どれぐらいのものをその真似していったんですか。あの昔のジャッキー映画とかで、はい、修行シーンとかあるじゃないですか。はい、あります、あります、あります。あのなんかぶら下がって、はいはい、水拳のあの、あのあれですよね、師匠からのこの水を汲む、はい、腹筋の。あれに近いやつをこう公園とかの運転みたいなやつとかでやってたりとか、あと、なるほど、こうあなんかアクロバットみたいなそのちょっとした技からこうやっていくと、なんか次これもできるんじゃないかって思って練習するとやっぱできるようになるんですよ。なるほど。転んで手でこう、はい、起き上がったりとか、なるほど。その延長線が、はい、
結局はそのこの映画とかに出ているアクションになってくるってことですね、はい、そうですね、それができる役者になろうとかは分かるじゃないですか、うん、はい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 、うん、そこもあったんですか。あ、そこもありました。最初そのなんでしょう、スタントっていう仕事自体があるかどうかってあんまりよく分かってなくて、はいはいはい、確かに表に出る人は見るけど、うん、はいはい、ってことですね。ですよね、うん、最初は単純にジャッキー・チェンになりたかったっていうのが、ああ、そうですよね、はい、スタートはってことですよね、はい、で役者も一応やられたりもしたんですか、うん、そうですね、なんかやられ役みたいなやつでかかってて殴られたりとかそういうのやってたんですけど、そしたら突き詰めたら監督という形のそうですね、なるほど、すごいですね。そして流れに流れ着いて、はい、普段は多分もう表に出られない方なのに、うん、急に生配信に出させられるという急にですよね、そうさ実質をなんかね、まあ、ある意味ちょっともうなんか罰ゲームじゃないけど自分自身の中でこんなはずじゃなかったってことですよね。そうですね、ですよね、はい、だからノーアクションになりますから、はい、もうだから逆になんかノーアクションで普通のトークって言ったらもう翼もがれてる状態ですよ、ね、そうですね、喋るのは本当に得意じゃなくて、そうですよね、はい、動きを見せてくださいの方がまだ楽とかですもんね、ま、ですね、あ、いや、そうですよ、ね、コント師が漫才やってっていうのをやったことないですけどみたいな、ね、みたいなことだからね、あ、なるほど。で今回は、まあ、うん、トゥーベイビーということで、うん、2作目なんですけども、うん、まあ、前回もすごく好評で、うん、ロングランになったということですけども、うん、こう、まあ、アクション監督としてなのかその作品に携わったよということで、うん、なんか反響とかありましたか。周りのスタッフさんからなんか見たよっていう声が結構多くて、うん、はい、で違う作品の監督さんとかも、うん、結構見てくれてる人が多くて、はい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 、でなんかあれってどれぐらいで撮ったのとか聞かれたりとか、うんうんうん、で1週間ぐらいって聞くとみんなびっくりするんですけど、あ、1週間なんですか、1の時は1週間で、はい、全編ですか。全編、はい、アクション部分だけじゃなく、はい、うわすごい、あれ、なるほど。あ、じゃあそこら辺でちょっとその、うん、例えばまあなんていうんですか、こう監督同士の中で、はい、もうああこういう感じで撮ったんだみたいな反響が実際中の部分であったってことなんですね。アクションに対してはどうでしたか。アクションに対しても、うん、やっぱ普段よくやってるアクションとちょっと違う感じでやってたんで、あれってどうやって撮ったのみたいな質問は結構来ましたね。なるほど、なるほどね。いや、もう興味はありますもんね。いや確かに、ね、アクションみたいな、まあ、コメントの方でもですね、はい、お話を、園村監督のお話を楽しみにしておりましたと、うん、で明日、うん、明後日と見に行きますと、はい、もう2連チャンが確定しました。ああ、なるほどね、もうね、はい、全作品がもうロングランでしたからね、うん、ヒットでしたから、ね、楽しみにしていただきたいと思います、はい、それでは、はい、ベイビーワルキューレ2ベイビーのですね予告編の方をご覧いただきましょう、どうぞ、はい。一応佐野さんに連絡した方がいいかな。いや、事後報告でいいしょ。ダメか、ダメだ、うん、ダメだ。当たり前じゃないのよ、当たり前じゃないのよ、僕らが見てる幸せ。妊娠中でしたよね。やっきょり。妊娠中の仕事は規則的には二度と使わないと思ったのに。台東区にいるらしいんだよ。バイトとは質も格も違う殺し屋が。殺してしまえば開くわけじゃん、その席が。せめてあの二人ぶっ倒そうよ。うちの相棒を傷つけたこと墓場で後悔させてやる。私にかけろ、杉本千里。さあ予告編をご覧いただきました。玉木さんいかがだったでしょうか。僕ら先に作品見させていただいたんですけど、うん、もう今も今日園村さんがいらっしゃるので、うん、アクションのことをね、うん、お話ししたいんですけど、はい、最初にジャッキーが好きでって言ったじゃないですか。そうですね、もう絶対です。何かというと、うん、僕はもう見た瞬間、
思い出しました、ジャッキーとベニーユキーデオ伝説のあのスパルタン X のあのシーン、もしくはサイクロン Z のあのシーン久しぶりにですね、私は好きですからね、最後膝でやーっていくんじゃないかっていうぐらいこの差しのアクションがものすごい迫力がある、うんうん、特にあの当時を知っている園村さんとか僕らだったらまだしもです、はい、もうあの当時を知らないね、まあ、現役では知らない、ね、現役では知らないね、このお二人がやってるっていうのもすごいなと、うんうん、多分そのなんかイズムを、園村さんのそのジャッキーのあのイズムを伝えたと思うんですけど、うん、よく伝わったし、よく理解したなって僕思って、うん、それぐらいすごい、もうすいません、僕はもうこれね、高市さんと伊沢さんですけど、はい、近くではもうジャッキーとユンピョンにしか見えなくてそれもう目バグってますよもう富永さんが僕はサモハンにしか見えなくてもうそれぐらいね、何かしらこのアクション好きな我々からしたら、うんうん、ジャッキー世代の我々からしたらたまんない作品だなと、うんうん、すごかったです、ありがとうございます、うん、はい、素晴らしかったでございますよ、はい、はい、さあ、あらすじの方をですね、はい、ご紹介いたしますと、はいはい、高石あかりさん演じる、うん、杉本千里と、うん、伊沢沙織さん演じます、うん、深川真宏の凄腕の殺し屋2人組がですね、うん、相変わらず社会への適応に宿泊する中、うん、千里と、真宏のポストを奪えば正規のクルーに昇格できるという情報を得た、はい、ある兄弟がですね、はい、ある計画を立てていくといった内容となっております、うん、はい、はい、ねえ、うん、いや本当これまあ前回もあって今回もっていうね、うん、形なんですけど、うん、実際その例えば先ほどお話だった1週間で撮ったって前回言ってましたけど、はい、さすがに今回は今回もうちょっとありますね、もうちょっとありますよねそうですよねロングランありますからそうですよね、それを踏まえてるんですよね、はい、だってもしさ、うん、今回もさ1週間でって言われたら、うん、いや前回何だったのって言われますもんね園村さんからしたら、今回はどうか5日でお願いしますいやいや何だったのロングランどこ行ったのっていうトスっていうですよね、はい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 、うん、で今回の脚本を読まれた時は、うん、どのような感想をお持ちだったんですか。まあ、前回その前作の時に読んだ時っていうのが、はい、まだその坂本監督の世界観っていうのを分からない状態で読んでたんで、これがどうなるんだろうなみたいな気持ちで読んでたんですけど、うん、今回は前回踏まえての、あ、ここ多分こういう感じになるんだろうなみたいなのがすごく想像しやすい状態で読めたんで、すごくすんなり入ってきた。なるほどなるほどなるほど。で、自分の中でもそのアクションの絵としての部分は結構出てきやすかったんですね。出てきやすかったですね。あー、なるほど。なんかこうアクションについて坂本監督からはこうもっとこういう風に今回はしたいんだとかっていうお話とかはあったんですか。そんなその具体的にこういう技がやりたいとかそういう話はなくて、うん、ただその全体的なそのこういうニュアンスのシーンにしたいとかそういう話はされていて、なるほどなるほど、台本にすごく事細かに心情をと書きに書かれてるみたいな、アクションの中に中の心情で、逆に行動に関しては書かれてなくて心情ばっかりずっと書かれてるっていう台本だったんですね。で、前回もそんな感じではあったんですか。はい、前回はそうじゃなかったんですよ、うん、アクションのこともなんとなく、はい、なんとなく書いてあったんですけど、今回は多分 そこは多分僕がその作る上で発想の枷にならないように自由度を広げるためにその気持ちだけを本当に伝えてくれたみたいな。なるほど。ある種この1本目の時のアクションの出来が多分良かったから、これもうお任せした方がいいんじゃないかみたいなことじゃないですか。過去にね、うん、それこそ、グリーンバレットで坂本監督の作品が紹介させていただいたこともあったんですけど、はい、うんうん、何かしらそのこの銃を使いながらみたいな、今回もそうだしさ、うんうん、基本的にはなんかその普段みたいな打ち方じゃない、うん、ちょっとこの特殊な、うんうんうん、なんかこう作品の打ち方というか、うん、そういうのなんですけど、それは何かこうやっぱ監督とお話ししたこだわりみたいなのがあったってことですか。ここら辺も、やっていきながらこんな感じでどうですかって僕の方が提案して、それ監督が全く問題なければそれで通るみたいな。あー、なるほど。今回その自由度が高いって言ってたじゃないですか、はい、
のとちょっと書いてあるのってどっちがちょっと自分的にはやりやすかったりしました？はい、やりやすいのは自由度が高い方がやっぱりやりやすいんですよ。うん、ただ全く何もない状態で作ってって言われるのは一番困るんですけど、今回みたいに心情とかこういう気持ちで戦ってるっていうのを、うん、丁寧に説明を してもらうやつが一番作りやすいというか、はい、あと今回はもうバッチリだったんですね。あ、なるほど。なるほどね。あ、心情ってなかなかそのアクションに対して思うことはあんまなかったので、ね、はい、うん、そうなんですね。はあ。こう先ほどからもコメントがいろいろありますけれども、はいはい、園村さんだ、アーカイブ残る、あ、残りますんでね。あ、今回ね。これがはいはい、ジャッキーチャンネルさんっていうね。あ、方が、なるほど、いや、さすがですね。もしかしたら本人の可能性があるのかもしれないです。あ、ジャッキーのね、うん、もしくはね、ジャッキーちゃんの可能性もありますけどね。あ、そっちの可能性もありますね。モノマネタレントね。あるかもしれないですね。はい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 、はい、で、前作で、高石あかりさん、伊沢沙織さんの演じる殺し屋コンビのアクションが話題になりましたけども、今回はその、まあ、プラスアルファみたいなことですよね、はい、1年後というか、まあぐらいの設定ということになりましたので、うん、何か心がけたというか気をつけた変化とかありましたか？今回、まあ、前作よりも成長してるっていうところが、うん、まあ、前提であったので、うん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 、とあと今回ちょっと狙われる側だったっていうのはあって、はい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 、それで前作のアクションっていうのは挑戦者のアクションだったんですね。向かっていって、で全然歯立たなくて、なんとかしてどうやって勝とうかみたいなのが前作の作り方だったんですけど、今回それと全く逆で防衛戦というか、来るものをどう王者の風格で倒すかみたいなところを意識して作りましたね。ちょっと待ってください。何ですか？本当にジャッキーちゃんっぽいっすよ。ああ、そうなんだ。ジャッキーちゃんが送ってきてるのみたいです。あ、なるほどね。じゃあ後でツイッターに、うん、コメント送っときますね。そうですね。ねちょっとだから片言だったんですね。なるほど、ね、なるほど、なるほど、うんうんうん。ありがとうございます。うん、一度ね、伊沢さんはこの番組に、はい、出演していただいたことがあって、ね、うん、やはりもう根っからの、その、なんていうんですか、アクション好きで、はい、なおかつ、こういう今も銃も持ってますし、そういったなんかアイテムも好きだっていうお話なんですけど、はい、ちなみにこういったアイテムっていうのはもう用意されたものですか、それとももう園村さんが持ってきたとかご本人がみたいな？あ、基本は用意してもらう、作品で用意してもらうものですね、うん、それは必ずこの決まってるんですか？その例えば銃はこういう銃がいいとか。それは、うん、作品入る前に、どういう銃にしましょうみたいなのを今度ガンエフェクトの方と相談したりとか、このキャラに合うのは この銃だねみたいな打ち合わせがあった上で のチョイスになってます。あ、そうなんですね、はい、伊沢さんはもともとアクションがやられている感じじゃないですか、うん、高石さんはどうなんですか？そうだよね、高石さんは、多分今回が本格的にやったの初めてぐらいの感じだと思うんですよね、ただ舞台とかで多分盾とかは経験されてると思うので、あ、なるほどなるほどなるほど、こういうタイプのアクションっていうのはやったことないかもしれないですけど、すごく手覚えというか振り付けを覚えるのすごい早くて、あと真面目な感じなので、練習して次の回来ると絶対復習してきてるんで、前回より必ず良くなってるっていうのが目に見えてわかる感じです。あ、なるほど。じゃあその運動神経も良ければ勘もいいみたいな部分で、はい、運動神経が、まあ、いいに越したことはないとは思うんですけど、はい、うん、こうアクションに必要ななんか要素みたいなのって運動神経以外にもなんかあったりするんですかね？まあ、これもセンスって言っちゃうとまあ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 それはそうですよね。ただ多分その野球が得意な人、サッカーが得意な人みたいなと同じみたいな感じで、アクションが得意な人っていうのもやっぱりいて、うん、あ、なるほど、そのゼロベースでじゃあ作品に入ってから、うん、じゃあ園村さんに教えてもらいながらっていうのでも、うん、はい、やっぱ伸びるぞとか、はい、あれこれはちょっと厳しいかっていうのも出てくる。そうなんですよね。だからなんかスポーツやってましたみたいな人でも、うん、はいはい、
あちょっとこの人はここまでしかできないかなみたいなのとかが結構あったりするんですけど、なるほど。例えばそのスポーツでも球技とかあれば、はい、あの格闘技じゃないですけどあの武道みたいな、うん、はいはいはい、空手とかね、武道の方が良かったりするんですか？一概に言えないですか？一概にも言えないんですよね。へえ、やっぱり武道ってあの相手を壊すためというか、相手に当てるために練習してるんで、うんうん、で僕は当てないように練習するじゃないですか、はい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 、そうすると多分気持ち悪いと思うんですよね、やってる人が。ここで止めたくねえっていう、止めたくないとか、うん、この間合いであの殴りに行かないと当たらない気がするとか、あ逆にちょっと知ってるからこそ、はい、うん、自分の癖みたいなのがちょっと出ちゃうってことだ、はい、何もない方が、ね、逆にやりやすかったりするんですか？やりやすさはそうですね。ただその格闘技やってた人特有の、うん、あの良さみたいなのもやっぱあったりして、あ味みたいなのもあるってことですね。味みたいなのがあったりするんで、なるほどなるほど、一概にどっちがどっちとは言えないんですけど、まあ一番いいのはその頭に柔軟性がある人というか、アクションの時はこうすればいいのねってすぐすんなり受け入れてくれる人が、うん、はいはい、一番やりやすいですかね。じゃあ凝り固まってちゃダメだってことね。そうで、あとあれなんですよ、うん、もう僕はなんとなく分かるんですけど、うんうん、はい、運動神経いい悪いもあるけど、うん、あと好きか嫌いかですよ。もと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 の多分そういうのありますよね。それが一番大きいですね。大きいですよね、はい、だってそれはもうジャッキー見たか見ないか、いやそれ絶対だってさ、あの元ホームチームの与座さんがさ、はいはいはい、めちゃくちゃできるじゃん。確かに好きだからね。めっちゃ好きだから与座さん、はいはいはい、だからやっぱ好きかどうかで変わるのよ絶対。もともとそっちだ、園村さんと一緒でそっちの方面のアクション俳優さんみたいになりたかったっていうのがあるからね。そうだって俺もやっぱ練習したもん、ジャッキーのミラクルのあの一回上段回し蹴りから下回し蹴りとかさ、わかりますありましたよね、あの戦うところ、あれとか真似しましたもん。やっぱり上段いかないでしょ上段もいけないし下段もいけないのよ。でも頭の中でジャッキーそうやってんのよ結局ジャッキーやってんのよまあまあね、うん、なんか、うん、高石さんと伊沢さんとではなんかアクションのやり方みたいなのは変えるんですか、うん、あそうですね、やっぱりか、まあ、伊沢さんの場合はスタートの、うん、スタートラインが、うん、多分普通の役者さんと違うラインスタートなんで、そうですよね、はいはいはい、はいなんでまあもうちょっと上を目指せれるというか、そうですよね。そこら辺でちょっとまあ基礎的なのを今回は結構ずっと底上げみたいな感じで、ちょっと一個一個のクオリティを上げていこうみたいな練習をしたんです。なるほど。で高石さんは、はい、まあ多分、まあ、その振り付けの覚え度が早いっていうのもしてたんで、はい、でちょっと、まあ、キャラクター的なところで、うん、あの実力差のある相手に対しては、まあ、そこまでガチにならないだろうなみたいなのもあるんで、はい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 、ちょっと遊びをこうアクションの中に入れてみるという。ああなるほど。ちょっとだから成長してる分余裕もできてるよねっていうのがアクションに現れるようにってことですね、はい、なるほど、はあ、あなんか、はい、コメントでね、伊沢さんからの逆にこうアクションのこうしてやってみるのはどうでしょうっていう提案あったのかなっていう。ああ、ところどころやっぱりありますね。あ、うん、やっぱその知ってるだけにいろいろとお互いでみたいなことですね、はい、そうですね、うん、で僕も基本あのここはこうしろっていうタイプじゃないんで、はい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 、出てきたものはあの一回受け入れて、それで違ってたら違うっていう。なるほどなるほど。一回それでじゃあやってみようってやってみて、はい、あじゃあもうちょっとこうしとようかとかっていう。それ見て思いつくこともあったりするんで、はい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 、なんかちょっとインスピレーションあるような動きだとしたら、うん、じゃあそれもっと膨らまそうみたいな。あ、うん、結構今回もそれが結構あったりするってことですか。あそうですね、なるほどね。で千里と真宙の、銀行強盗のシーンも、ね、先ほど予告編にもありましたけれども、あそこの注目のポイントとかもあったりします？注目は2人のコンビネーション感というか、うんうんうん、2人の息の合った感じっていうのをなるべく意識して、うんうん、それでいてちょっとアクションで笑わせれたらいいなっていうのが、はい、うん、ジャッキーイズムだ。いやそうですよね。いや僕はね、もう本当ね、ソロムさん、僕だけの観点ですけど、はい、プロジェクト A を思い出しました。正直。ほぼあなたジャッキー映画として見てますね。いやそうですよ。だってもうその映画だもん、俺の中で。ジャッキーと勇気をって言ってましたもんね。はい、僕はね、プロジェクト A の、はい、あのやめてやる。
警察手帳捨てるシャンデリアガン、あのシーンをなんかね思い出しました私は。でそこの中でまたね椅子のアクションも入ってるんですよ、あったね、この中で、うんうん、これはぜひね見ものですよ。玉木さんの注目ポイントね。いや僕は注目ポイントで、あとねあの道具を武器にするかっていうのもあるんですよ。ほうほうほう、これはもう見てのお楽しみなんですけど、うんうん、やっぱりこの何かしらを、はい、現場にあるものを使って戦うっていうのがやっぱジャッキーの感じもね、そうありますよね。やっぱね、うん、ファイナルプロジェクトだっけな、なんかの時もね、いやもう出てくるね、あったんですよ。いやもうそれこそもうほんとね今日はね、ただ園村さんも好きだから好きだからピンときてんのよ、来てるのよ本当にあそこねっていう。だからねもう本当にねぜひともねこれアクション好きの人見ていただきたいよ、うん、本当それぐらいね、うん、すごい普通にその内容も面白いしね。はいそうなんですよ、うん、はい。で第2弾では、千里とマイヒーローがですね、うん、上位さん演じる優里と、そうなんです、浜田辰臣さん演じる、誠兄弟と戦うんですけども、うん、まあこれはまあ言ったら2対2の、はい、この戦いになるんですけども、こう意識した点とかもありますか？今2対2なんですけど、なんかお互いのチームがそれぞれなんか対になるキャラクターがいるみたいな。ほう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 。まあ、ヒロに対してその有利、うんうん、千里に対して誠みたいな感じで、ちょっとなんか、うん、どっちかの男版女版みたいな、はい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 、鏡になってるみたいな感じですね。あるんで、まあ、そこら辺のバランス作りみたいなところはちょっと気を使って、うんうんうん、でそれぞれに見せ場をちょっと見せ場というかなんか印象残る、うんうん、ワンアクションみたいのをこう盛り込むっていうのをなるべく意識してやりました、ね、なるほどなるほど。うん、予告編でもね、はい、結構その銃を撃ち合いしてるシーンもあったし、うんうん、そのアクションのね、うん、部分もあったから、うん、このキャラクターはこういうアクションしますみたいな部分も俺の中でなんか感じたというか、うん、うんだからあのね、うん、アクション好きな人は、はい、こいつ足技メインだなとか、わかります、本当にあるんですよね、はい、そんな足使うみたいなとかもね、あこいつは銃が得意なんだとか、はい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 、そういう見方もあるんですよ、うんうん、だこの中ではその、はい、対になってる2組の戦いがなんかそういうので僕はちょっと見たので、うんうん、すごい楽しめるアクションだなとも思いました。 ありがとうございます、はい、うん、ここめちゃくちゃ苦労したとかっていうアクションシーンありますか？やっぱりラストバトルですかね。っていうのは、まあ、体力的にもきつかったっていうのが、なるほど、うん、結構長いっていうか、まあ、そうですね、でこれ8月の本当に夏真っ盛りの時に、炎天下の中で、予告にちょっとある銃撃戦とかで、うん、スクラップ工場みたいな、車がいっぱいあったところですね、はい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 、あそことかってなんか下に鉄板とか敷いてあるんですけど、それがもう直射日光とかでもちょっと触るだけで熱くなるぐらい、とんでもない熱さですよね、はい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 、あそうなんですね。そんな中でこう長袖着てみんなでこ うわ走り回ってもらったんで、確かにすごいっすね。じゃあ一個一個その、うん、まあ、動きにしろ何にしろ、まあね、撮るにあたってワンシーンが何回もやらなきゃいけないから、はい、やっぱ体力的にも皆さん役者さんももう相当つらったと思いますね。あなるほどでガンガン痩せてくんじゃない、いやそんだけ動いて汗だらだらになってって、いやすごいな。シャンデリアはポリスストーリーではっていうちょっと、あいやそれあれですよ、ポリスストーリーの最後のヤーのシャンデリアじゃないですかはいはいはい、じゃないですね、そうそう、途中にあるとそう、プロジェクト A のステもうやめてやるようなその後タタタの このシーンなんですよ私が言うの、はい、見直してくださいすいませんすいませんもう今日脱線しちゃうからここはもう完全に通じ合ってんだよそうなんですよ、はい、あそこのあれねっていうのはね、うんうんうん、でこの、はい、浜田辰臣さんのアクションいかがでしたという、そうですよね、ご意見もございますけれども、浜田さん銃撃戦が多かったのと、うんうん、あと最初にぐっちゃぐちゃの立ち回りをするっていうのが、はい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 、ありましたね、はい、あったそことかが、うん、まあ多分経験値なんでしょうけど、うん、僕らが想像してないお芝居を入れたりするんで、ああなるほど、アクションだけじゃなくて、ええー、はははは、
もちろん動きだけを追うだけだったら、まあ、ある程度の人できると思うんですけど、はいはい、まあ、そういうちょっとした遊びというか、うんうん、それって役者さんからしか出てこないじゃないですか。はい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 、そういうところがやっぱりさすがだなって感じですね。ああなるほど、そっか、その普通にアクションするだけっていうのだったら、はい、まあ、教えてやる分には可能だけど、はい、そこの部分は教えられなく自分から湧き出る部分ですもんね。ほう、ね、はい、なるほどね。でも言われてみたらあそこの部分は、うん、なんかお芝居の部分も言われてみたら多かったね、うんうん、合間でこう、ね、ふっとこう出てくるみたいなやつですよね。へ、ね、はい、やっぱすごいですね。すごい。だから逆にその園村さん自身もあ、なるほどこうやってできたりするんだとかっていう学びもあったりとかって、なんかその表情一つで見え方が多分だいぶ変わったりするんで、はい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 、お客さんに与える印象が変わるじゃないですか。あ、そうですね、同じ動きやってるのに表情がなんかこういう A パターンと B パターンでだから全然違う印象に見えるなみたいな。なるほどな。プラスになったってことですもんね。はいはいはい、うん、で、役者さんが怪我をしないためにはこういろいろ準備されると思うんですけど、はい、こうどういったことで大切に、まず役者さんが、やる前に、うん、全部一回スタントマンで縦を全部、はい、流れを見せるみたいな。あ、なるほど、なるほど。で、注意箇所というか、うん、ここはちょっとぶつかりやすいですよみたいな。で現場でも、ただ走って転がるとかっていうのも一回スタントマンでやって、うん、危険がどっかにないかとか、うん、出っ張ったものがないかとか、うん、あ、なるほど、全部確認した上でこう入ってもらったりとか。へー、はー、なるほどね。そうだよな、はい、まあそれはそうかとは思いますけど。そうだね、うんうん、はあはあ、でこうなんか、うん、実際やってなんていうんですか、事前にやってみて、うん、大丈夫ですってやって本人がこうやられた時に今までと違った動きになってしまってガーってなったらやっぱみんなわーってジャッキー映画みたいに。そうですね。いやあれはエナジーシューン。いや違います、あれはジャッキーだけです。あ、ジャッキーだけの特権なんで。園村さんももういち早く超えて駆けつけて。園村さんあれやんないですよね。けどあれに近いことにはなります。近いことやります。なっちゃうんですよ。あ、本当ですか。それで撮影がストップしちゃうってことになっちゃうので、はい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 、怪我大丈夫かっていう、はい、あ、なるほど、安否の確認から入らなきゃってことですもんね。まあ、あった、あったんだよ、やっぱ。いや、あの伝説のサンダーアームの木のあの滝の全員行ったやつね。あれマルシーなんじゃないかっていう説あったけど違うのね。でもそれぐらい一個一個やったとしても、うん、やっぱり怪我とかそういうのって絶対に 100% じゃないですもんね。 100% ではないんですね、うん、ですよね。なるべく僕らも気をつけるんですけど、うんうん、まさかこれが原因でみたいなのがあったりするんで、うん、そうですよね。もう確認何回もした上での、はい、まあ、そこあったんかいみたいな、うん、あ、なるほど、はいはいはい、うん、で園村さん自身のキャリアの中でこう転機になるようなこととか、こう強烈な印象が残ってる記憶とかってあったりします？転機になったのは、まあ、けど裏方に回ろうと思った時が、あのスタッフとしてその作品、ある作品に関わり出した時に、はい、あ、演者で出るより全然その作品に関われる期間が長いんだなっていうのをその時に思って。ああ、なるほど。それ演者ってもすぐその場だけですもんね。その日行ってやって終わりですね。ちょっとやられて帰ってみたいなことだったんですけど、そのスタッフっていうのはアクションを助けてよって言われて、はい、そうですね。で、まあ、このアクション監督の、はい、まあ、同じような感じのってことですか。アクション監督の助手みたいな感じで立てつけたり、はいはい、その先にシミュレーションで一回やってみたりとかっていうところから、はいはい、をやった時に、あ、長いねっていう。そうですね。で そこでちょっとあのアクション監督からちょっとここの動きつけといてって言われて、その、はい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 、実際立てを自分で任せられたみたいな、はい、任せられたりしたのがこう、あ、自分が考えたのも映像残るんだと思って。なるほど。それでちょっとこっちの道でやっていきたいなっていうのを思うようになったんです。
それだから声かけてもらわなかったら分かんないですもんね。分かんないですね。もうこの仕事してるかどうかも分からないってことですね。だいぶ天気になってますね。はい、うん、コメントで、はい、園村監督が見てほしいここっていうのを教えていただきたいと。この作品の中で、はい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 、見てほしい、もう結構いろいろあるんですけど、うんうんうん、まあ、特にけど一番力が入ってるのはラストバトルなので、うん、そこはちょっと集中してみていただけたらなと思います、ね、あの撮り方とかって、はい、結構そのまあ動きも早いんでしょうけどすごい躍動感がすごいと思うんですよ。あの撮り方とかも結構こだわって。そうですね、うん、ただ今回結構2人とも動ける人同士でこうやってもらう時って、うん、あのよく編集でガチャガチャになっちゃってたりカメラブレブレでよく何やってるか分かんないみたいな作品になっちゃったりあるんですけど、そういうことにならないように動ける人の時はなるべく見やすいアングルというか。なるほど、そっか、なるほど。もう勝手にやれちゃうから。そうです、ね、シンプルめに撮っといた方がっていう。あの早さってちょっと早送りしてるわけじゃ、はい、全然してないです。ですよね。まんまその演者さんのスピードってことですよね、はい、めちゃくちゃ早いですよ。早い早い早い。パンチ繰り出すやつから動きの連続まで、それもともとやっぱポテンシャルも高くってことですか。そうですね、もともとスピードある方だと思うんですね。それであと僕がまあ定期的にというか不定期に、うん、あのやってるミッド打ちとかに参加したりしてて、はいはい、あ、なるほど、はい、それで かなりスピードがさらに上がったみたいなのがあって。あ、撮影期間にやってる間にってことですよね、うん、そうですね。あと撮影ない時とかも、うん、あの結構暇な時とかに声かけて、うん、ちょっとスタントマン集まって練習しようみたいな時とかに、うんうんうん、こう延々3、4時間ずっとミット打ちするみたいな。あ、そうなんですね。やってまして。へ、あの園村さん、あのこの伊沢さんの戦い方なんですけど、はい、実際この作品の中で、はい、その相手方とかに関してはちょっとマーシャルアーツ的な、はい、なんかその戦い方なんですけど、ちょっと伊沢さん自身オリジナルななんか感じですよね。あ、そうですね。打撃の加え方に関してもそうですし、そうですね、それはあの園村さんとの話の中でそうしようみたいなことなんですか。そう、あと、まあ彼女自身が得意なのは、うん、多分僕パンチだと思ってるんですよ。はい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 。で、まあ、そのパンチがなるべく入るような、うんうんうん、あと ただ打つだけだと全然印象残らないんで、はい、なるほど、ちょっと色を変えてみるみたいなのとかを、うん、あのちょっと意識してやってもらったみたいな。あ、そうなんですね。だからこそなんかちょっとこの、はい、この作品で、うん、そのなんていうのバトルで普通にボンボンボンっていう、うん、そのパンチを当てるじゃなく、うん、なんか舐めながら当てるみたいな、なんかその こういう当て方というかっていうのがすごいこう出てて、あれちょっと新しいな、これなんだと思ってフェイントみたいにも使いながらみたいな方ですよね。そう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 、ですよね。昔の水拳のワンの敵のあのこういう感じのイメージがすごい出てきてあれこれは新しいぞって思って。めっちゃ分かってるな。いや、そうなんですよ。だからちょっとやっぱ好きな人からしてもね、うん、ちょっと新しい戦い方だなって思いました。私確かに、はい、もうコメントで君らジャッキー好きすぎではっていうのが、ね、いや、それはそうですよ。来るぐらいの、それはそうですよ。それはもうじゃあ次今ジャケット言われてこれって言われたらもうすぐできますから。で、あ、はい、コメントでですね、アクション監督って自分のチームを持っているものなんでしょうかという、これ気になりますね、ことなんですけど、はい、はい、持ってる人もいれば、うん、持ってない人もいるみたいな感じなんですけど、僕の場合は、うん、まあ、自分が所属している会社にアクション監督が3人いて、うん、はい、それ以外は、社員というのはいないんですけども、はいはいはい、あのフリーであのやっている方をその都度作品ごとに集めて、うんうん、あの編成するみたいなのが。ああ、なるほど。特に決まってるわけではないってことなんですね。そうですね。でも実際やっぱこう伊沢さんとか他の方々に関しては横のつながりはあるってことですよね。そうですね、おのおので。で大体まあ、やり慣れてる人を中心に固めていくみたいな。はい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 、なるほどなるほど、うん、
で、はい、アクション監督として今後こう関わっていきたいテーマとか、あ、沢村さんがね、アクションが主体じゃないけど、うん、こういうジャンルとかっていうのもあったりします？正直あんまりないんですけど、全然いいですよ。そうですよね、やっぱアクションを突き詰めてっていう、できた台本に、うん、まあ、一番合うアクションっていうのを考えるみたいなのが、うんうんうん、あの一番理想のやり方かなと思ってて、こうやっぱオファーがあれば世界とか、はい、ハリウッドであったりとか、それこそ香港のやつとかね、行きたいです。そうですね、オファーがあればですね、うん、だってもう一度ジョン・ウー監督の作品でもされてるってことだから、うん、実質もう一度何かこう体験をしてるってことですよね、自分自身の中で。あ、そうですね、うん、あの海外の作品もいくつか経験はしてるんですけど、うん、ただあの一番やりやすいのはやっぱり日本ですね。ああやっぱあの言葉が通じるっていう、はい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 、ニュアンスが伝わりづらいってことですもんね、はい、そうですね、そっちじゃないんだよなっていう、何回言ってもそっちじゃないんだよなが、でも言い過ぎると関係性もあるだろうから、まあ、じゃあそれでみたいになっちゃうからね。まあね、でも分かんないよ、その、うん、伊沢さんがさ、はい、後にね、園村さんと一緒にさ、うんうん、そのベビーワールキリオ飛び出して、うんうんうん、ね、香港でなんかこうやるみたいな話ももしかしたらね、うん、今後あるかもしれないし、うんうん、だから、うん、ジョン・ウィックに出てほしいですもんね。ああそうですね、はい、女の新しいなんか、はい、敵で、あけどあの4、うん、あの今度やる4で、あのスタントで参加してる、スタントで参加してる、はい、もうすでにこれはすごいですよ。表で言ってほしいじゃないね、だからこそですけど、はい、この流れで、うん、ね、ミシェル・ヨーみたいになっていただいて後にはオスカー女優になる可能性はありますよ。ミシェル・ヨーもさ言ったらもうポリスストーリー3からね、はい、スタートしてるドリアン投げてとかね、あの爆破のねあれから始まってますから私たち、いやもうソロルさんとはもうそこら辺でつながってますから私たち、いや確かにな、はい、全部知ってるもんやっぱ全部知ってますよ本当に。あ、これコメントで、はい、アクション監督になりたいなって思ったらどこかのチームの門を叩いた方が早いですかね、という。なるほど、そうですね、あと、うん、まあ今なんかツイッターとかそういうのを、うん、あなるほど、アクション監督の方とかもやってたりするんで、あ、なるほど、いろいろと、はい、なんかそこで質問してみたりとかもいいと思うんですよね、はいはい、なるほど、直接、まあ、コンタクトを取れる時代になってるから、はい、うん、それこそ園村さんにね、うん、お話聞いてもいいし、うん、また坂本監督もね、うん、いろんなこういう作品たくさんあるからつながりもあるでしょうから、つながりもあるからね、うん、聞いてもいいしね、はい、はいはいはい、さあ、はい、皆さんにお聞きしているんですけれども、はい、園村さんが思うですね、うん、最高の映画、理想の映画というのをお聞きしているんですが、はい、どういったものになりますか？何回も見てもらえる映画ですかね。あの、はい、100人の人が、うん、みんながみんなあのいいって言わなくてもいいと思うんですけど、うんうんうん、そのうちの10人が、うんうん、あ、これ100回見ましたって言ってもらえるような映画って最高だなと思ってて、はい、うん、なんか広く浅くじゃなくなるべく一人の人がこう、うん、これ人生の最高の一本ですって言ってくれるような映画っていうのが、うん、まあ、最高の映画なんじゃないかなって思います。なるほど、それこそジャッキーが本当にそうですもんね、はい、僕らまあ、うん、言ったらテレビで流れてるから見てたんですけど、はい、何回見ても飽きないっていうのがやっぱそういうことだったりするってことですもんね、はい、これはね本当その村さんの今意見、うん、ずしんときましたよ本当に。だってそうじゃないですか、はい、でまあ、これは良くない部分でも良くないかいいか分からないけど、はい、今やこのねあの切り抜きでこうアクションのシーンがあったりする時代じゃん、まあまあ、動画としてね、短い部分がね、うん、でそれでさ例えばベイリー・ワールキューレがさ、うん、トゥーベイビーのこのシーンがなんかすごいいっぱい再生されてるとかね、切り抜きの部分でね、うん、っていうのもやっぱ今後なんかそれで園村さんがそこに携わってるみたいなさ、うん、でそこから入って映画を知る人もいるかもしれないから、ね、うん、それもそれでありな、今のねご時世的にはありなかもしれないっていう、だからもう本当に、うん、これそうですよ、ベニー・ユキデとジャッキーどんだけ見たかっていう1000回1万回以上見てる、だってあそこの切り抜き、うん、めっちゃ見てるから俺、サイクロン Z のバーンってやって血出すとこ分かりますよね、あのシーンめっちゃ見てるから本当に、だからもう
君たちは似てるのよ、はいはい、いや、それをでもそれぐらい、うん、俺ね、あの伊沢さんと高橋さんの、うん、このアクションも、うん、それぐらいになれる、なってもいいぐらいの作品なのよ。いや、もうそうだと思いますよ、本当に、うん、だからぜひ見ていただきたい。もう伊沢さんのね、あの足技の一回止めるところ見てほしい。これ細かいんだけど、ありましたよね、あのシーンね。一回こう止めてから振って、なんかこう間合い見るのよ。そこマジいいのよ。好きな人はたまんない、あのシーン。本当にこれね、ジャッキーちゃんしか知らないと思うんだよ。いや、もうジャッキーちゃんあれ以来コメントしてねえんだよ。そうなんだ、うん、そっかそっか、はい、いや本当に素晴らしい。あ、もうね、こう、うん、ベビワル1はですね、何十回も見てますっていう。あ、もうそういうことですよね。そういうことです、うん、そうですよね。2も楽しみにしている。あ、はいはい、うん、そういうことですね、はいはいはい、はい、ジャッキー感が強い回になってる。いやいや、もうそれはもうしょうがない、しょうがないですよね、うん、好きな2人がいるんだから、はい、申し訳ない、はい、ということでございまして、はい、残念ながらお時間がやってまいりましたので、はい、最後に視聴者の方に向けてですね、はい、一言こちらのカメラでお願いいたします。はい、明日から、公開のベビーワルキューレ2ベイビーですね、まあ、前作がすごくお客さんに育てていただいた、ロングランして、話題になった作品だと思うので、今回も、何度も足運んでいただけたら嬉しいと思います。よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。コメントで、はい、海外の友人が、ベイビーアサシンズがベイビーワルキューレなんでしょうかね、ほうほうほう、買ったよって言ってたってことは、もう海外の人にもすごく、なるほど、うん、いや、もう海外の方はもうすごい好きだと思います。その、うん、それこそジョン・ウィックとかね、そういったものがもう今一番流行ってますから、うん、そうだね、はいはい、ガンアクションもあり、ガンアクションがすごいあるんですか、はい、さあ、はい、本日はですね、はい、ベイビーワルキューレ2ベイビーのアクション監督、園村健介さんにご出演していただきました。園村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、ベイビーワルキューレ2ベイビーはですね、明日の3月24日より新宿ピカデリー他全国で順次公開されますので、ぜひ劇場の方でお楽しみください。はい、さて、来週のシネマトゥデイライブなんですが、はい、映画ロストケアのですね、前田哲監督をゲストにお迎えしてお送りしますので、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。お願いします。それではまた来週です。さよなら。さよなら。